げえ空洞だな。この洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようですな。捨てっぱなしだな。不要なジャンク品はそのあたりに捨てているようだ。中には掘り出し物があるかもしれないね。ジャンカーたちの粗雑な性格が現れていますな。ルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようですな。戦艦はこの山に墜落したんじゃな。凄まじい衝撃で付近には瓦礫が飛散している。ほった。それでも戦艦は無事なんだな。めちゃくちゃ頑丈じゃん。ほった。いつかじっくりいじってみたいな。よし、ここから中に進めそうだぜ。何が待ち受けているかわからんぞ。みんな気を抜くなよ。わかってるって。いや、これが戦艦の内部。こんな風になっていたとはな。すっげー。早く奥へ進もうぜ。よっ。
メカで暴れてるやつってどこにいるんだっけ？かなり奥へ行っているだろうと言っていたから、ルジバ戦艦の構造を見るにおそらく上層階だろう。上ね。了解。扉開かねえじゃん。どうやらロックされているようだな。他の道を探してみよう。よっと、ほんしゃ。よっ、ほっ。よっ。この部屋どうなってんだ？ぐちゃぐちゃじゃねえか。墜落時の衝撃を物語っているが、足元に気をつけて進め。だから気をつけて進めと。待て、何か来るぞ。驚かせやがって。今のって国王軍のメカか？いや、今の国王軍にこのような技術力はない。旧大戦時の小型防衛メカかもしれませんが、愚かな争いの悪しき遺産じゃ。ねえベルゼ、次は完全に壊さないで持って帰れるようにしてよ。やだよ、めんどくさい。
この扉、開かねえじゃん。どうやらロックされているようだな。他の道を探してみよう。はい。やっ、うりゃっ。痛くなるほどの高さだな。王子、道が崩れてて上に行けませんぞ。ひとまず下から回ってみようぜ。コンテナ損傷が激しいな。戦車砲で吹き飛ばせそうだぞ。ジャンプができれば飛び越えられそうだな。扉がロックされましたぞ。先ほどと同じように防衛メカを倒せば開くかもしれん。よし、任せとけ。ロックが解除されたみたい。よし、どんどん先に進もうぜ。また閉じ込められるかもしれん。警戒を怠るなよ。
このエレベーター。動きましたぞ。はは、面白い。止まった。この階までのようだな。他にもないか探してみよう。あれはなんだ。コンテナを運ぶクレーンだな。ねえ、アームを打てばコンテナが落ちて足場ができるんじゃない？こんなもんかな。Thank you.
うりゃっ！
崩壊が進んでおりますが、落ちないように気をつけないと。端っこにはまだ足場が残っている。あちらから慎重に進もう。Thank you.
ほっしゃほった。
なんかでかいメカがあるぞ。あの構造、あれ、ジャンプメカだよ。マジか。誰も乗ってないみたいじゃん。もらっていこうぜ。おいおい、聞き捨てならねえな。どこのやんちゃ坊主で？人様のものを勝手に持ってっちゃダメだって。親父に教わらなかったか？欲しいものは自由に手に入れろって教えられてるけど。ワイルドな親父だな。あ、けどそいつは俺には通用しねえ。どうして持ってんなら金を払いな。1時間1万ゼニーで貸してやる。ふざけんな。誰がそんなもん払うかよ。我々はジャンカーマーケットの住人からの依頼も受けている。ここは穏便に引いてくれないか。やなこった。金がないなら帰んな。こっちは無理に。ん？何？あんたも女が珍しい口？ああ珍しいね。お前のその首飾り、かなりの値打ちもんだろ。そいつとなら交換してやってもいいぜ。ダメよ、これだけは絶対に渡せない。ダメと言われてもよ、一度目をつけたもんは見逃せねえ。あ、それは命より大切な。下がってろ。こないだの借りを返してやる。借り？いくら魔物でもこのジャンプメカに勝てるかよ。